1万2 0系区波173との3両編成。富山地方鉄道1万2 0系電車は、1961年に登場した富山地方鉄道の電車である。7 5ットの主電動機を各社に搭載した、日本車両製造性の18平方メートル扉車。中空軸平行、カルダン駆動、抵抗制御である。 私鉄で初めてユニット方式を採用した形式でもある。いわゆる日本車両標準タイプの車体で同型車として翌年に増備された14,720型がある。後に製造された14,760型にも基本デザインが踏襲されている。なお付随車のサハ220型は第一編成のサハ221のみ全長17.3メートルと 短く、第2、第3編成の左派223.224は、全長18.6メートルと長くなっている。塗装は、富山の県取りである雷鳥をイメージした、クリームとグレーのベースに、ワインレッドのラインが入ったデザインとなっている。その後、第1、第2編成は1030型と同様の新塗装に塗り替えられたが、第3編成は引退まで原色を保っていた。 オール転換クロスシートであるが、第一編成のミクルマタン部は、ロングシートであった。1961年に第一編成が、サハ2 2 0系2 2 1を挟んで登場した。翌1962年には14,720型が登場しているが、形式の末尾が20で共通していることからもわかる通り、電動機出力の違いはあるが、同一のグループである。 1964年には、第2、第3編成も、同様に、サハ 220K223.224 を挟んで登場した。1969年に、サハ220型を外して二両固定になった。また、クハ173.174は1995年に、クハ170型から分割され、形式名がクハ173型に変更された。 1993年までに全車冷房化が行われたが、能力が低いため夏場はあまり運用されない状況であった。さらに2007年現在、同社の電車形式では唯一ワンマン化改造は行われず、2004年に特急がワンマン化されて、以降は常軸派173型、または区派174型との3連を組み合わさ。 ラッシュ時に限定運用されるのみとなっている。また、老朽化のため、2005年に第1編成、2006年に第2編成が除籍され、2007年3月に第1編成は出来14,730型とともに、留置されていた、稲荷町テクニカルセンターから、城市駅構内に改装された後、解体された。 2013年4月には第3編成に連結されていた区ハ174が旧車となったため区ハ175と3両編成を組むようになった。最後まで残っていた第3編成も2019年9月29日のラストランイベントをもって引退し2020年1月に14,720型と共に搬出され不識まで陸送された。ありがとうございます。